3枚で作る、コマを作ります。まず1つ目のパーツを作ります。こちらを縦横半分に折ります。広げます。折り目に向かって折ります。向きを変えてこちらの折り目に向かって折ります。こちらを開いて斜めに開きます。こちら真ん中を押して四角くします。反対側もあります。次にこちらの斜めの折り目に向かって折ります。こちらをすべて折っていきます。今折った部分を開きます。こちらを裏返して、こちらの角を内側に折ります。こちらを裏返して、一つ目の完成です。次に、4分の1に切った紙を用意します。まずこちらを縦と横半分に折ります。こちらの、袋を開いて三角にします。こちらの辺の3分の1あたりで折ります。こちらを袋を開いて潰します。裏返してこちらの三角を上に向けて立てます。こちらとこちらの向きを変えます。こちらで2つ目の完成です。3つ目は、10
6.5センチ、10.5センチに切った紙を用意します。こちらを縦横半分に折ります。袋を開いて三角にします。こちらを1/3あたりで折ります。こちらの袋を開いて潰します。裏返してこちらの三角を立てます。こちらとこちらの角を向きを変えます。こちらで3つ目の完成です。こちらを組み立てていきます。まずこちらを裏返してこちらを乗せます。こちらの角を内側に曲げて中に差し込みます。こちらのパーツを後ろにまず糊をつけます。こちらの角を差し込みます。こちらで完成です。こちらを回すと、回ります。